最近はもう引っ掛けが多いです。引っ掛けちゃう、うん、1打目が引っ掛けて林に入って2打目出すみたいな。あ、はいはい。あとはですね、このスイングがダラーンとしてですよね、はい、これピシッっていう感じじゃなくて、うんうん、ダラーンとしてここで合わせて、はい、後ろにクラブが倒れているように見えるますがこれはちょっと偽シャローなんですね。ここでまず逆側にループしてヘッドが、まあ、上がってきた状態ですね、うん、まだこの時点でまだこのぐらいしかクラブの頭が背中の方に来てないので、あ、なるほど。でここでインに見えるのはこれは手元がこちら側にずれているだけなんですね、うん、だからこれはただ振り遅れてるだけなんですね。あ、まあ、手がここまで降りてきてもヘッドがまだこの高さにある、振り遅れ、うんうん、ヘッドが高いところにあるから振り遅れなんですよみたいな話が書かれてますね。この時には奥行き側にもっとシャフトがこう倒れてシャフトが短く見えます。右に体の向きを残しながら手を返しに行かないと当たらないっていう、うんうんうん、フォローサイド今この緑の線よりも相当アウトサイド側にこれ手がずれてるんですね。引っ掛けたくないから右にボールを打ってるっていうイメージなんですね、そうね。高いところにあってここから手元を浮かせてこの辺ですね、手が今こっち側に浮いてるのでほどけて見える、うんうんうん、で急激に返しに行く。そう、スライスしか出なかったんで、はい、なるべくまっすぐにつって多分調整して、うん、で最近はその逆に引っ掛けてしまうのが、うんうんうん、フォローするの軌道のズレとか、うん、クラブがアウトサイドから降りて手元を浮かせて寝てるように見えるみたいな、うん、その辺をですねちょっと直していく動きっていうのが、はい、左手視点ドリルって聞いたことあります、はい、手首を使えってよく言ってるんですね。そうですね、二重振り子、二重振り子なのでそうなんです。手首から先が振り子にならなきゃいけないでしょ、うん、あ、それがなってないんですね。この振り方は間違ってます、うんうん、はい、これでやっちゃいけない動きっていうのが、うん、腕の後ろ側にヘッドが行く動きっていうのがダメなんですよ。腕の後ろ側に、はい、腕のこっち側が前、正面、うん、後ろってなった時に振り子を作るっていうと後ろにもやっぱり行きやすいんですね、うんうん、落ちちゃう、うん、ただ二重振り子の場合だと正面に向かって腕の正面に向かってシャフトを立てるっていうのがポイントだったんですね。こんな感じで背中の後ろ側に、あ、そうです。だらーっと振り子の前半作ります。あ、これまだ力入ってますね。手の力をストーンって抜くぐらい。はい、そうです。はい、もうこうつまめるぐらいですね。最下点超えたら手を引き込むようにして上げてあげる。あ、これが引き込みなんですね。あ、ちなみにこれは今できてないです。こうなんです。できてない。はい。これがですね、こっちに入れたくなっちゃうんですよ。自分の視界から手に対してクラブの頭が絶対に左側に行こうとしないことが大事なんですよ。今これ自分の目の中でヘッドよりも手の方が左にありますよね、はい、ダラーンと垂らしてください。これまだクラブの頭は手より右にありますよ ね、 すね、はい、そのまま引き上げていっても僕はまだ右側にあるんですね。そうそうそう、あ、なるほど。最下点を超えて引き上げてもまだ、うん、右にあります。そうです、左側に行く動きの気配があったらできないんですよ。それがさっきからずっと左になっちゃうんですね。まあ、当然ながら目標に向かいますから左に振りたくなっちゃうね、うん、やっぱ意識がこっちに行きますもんね。そうなんです。尺骨っていって小指側にこの骨があって、はい、難しいですけども尺骨で押し返してるんですね、グリップを。僕今これ親指差し指離してますけれども、あ、そうそうそう、あ、なるほど。小指側の付け根でグリップに軸圧をかけてる。ここじゃないんですね。もうそういうこと。どうしてもこっちの筋肉使っちゃうんですけど、うん、そうですね、腕でやっちゃいますね。こっちの骨を使うんです。みんな前の筋肉使うけど本当はお尻の骨を使う。だから僕は余計な力を使わないですね。なんか剣玉ってやったことあります？まあ、ちょっとこれ剣玉だと思って、はい、これ先端に紐がついて玉だと思っていただいて、はい、先っちょに入れるときに、うん、でですね、玉だと思って
ですよね、うん、でそれとあの理屈は一緒なんですよ。でそれと一緒で、ポン、あでもだんだんまだ力でやってますけど近いですよ、近いです。これ、ね、上手。そう、これが左手視点ドリルなんですよ。右手をつけるとこの状態で、はい、近づけてみましょう。体が回らなかったらできなくて正解です。体の回転入るとこういうことか、はい、数十年もうバットと同じように振ってたんで。いや実はねこれはバットと同じ振り方なんですよ。あそうなんですか。だからバットの振り方自体が間違えてるんですよ。あそういうことなんですね。バットって多分こうやって振ってると思うんですね、うん、バットってこうですから僕の言ってることって大体一緒なんですね。結局バットの投げ縄状態なんですね。僕野球やったことないんですけど、うんうん、野球っぽくなってますでしょ。うん、そうですね、まあ、野球の専門家からするといや違うよってなるかもしれないんですが、うん、多分一緒のはず、うん、先端で声がくるっていうのが一緒なんですよ。テニスの共通点はあるんですね。野球っていうと多分ダウンスイングで打ってるから、うん、ゴルフだとスライスするんだよっていう話になりがちなんですけども、うん、野球のバットも先端の弧で振ってるんですね。あ、できてないもう一回。あ、惜しいですね。これもできてないです。でなんでできてないかっていうと、うん、右手でシャフトを最後押し立てる感じありませんでしょ。あーなるほど。じゃあ今度右手だけで持ってみてください。右手がですねサムダウン、この状態からスタート。はい、で体を回しながら回して回して回して最後は最後右手でシャフトを押してく感じがしましたでしょ。あーなるほど、はい、でそこから体を左へ回して押していく。垂らしてストップ。この体勢どうですか。持ってて軽いですね。いや重たいです、はい、直しますね、はい、軽い場所はここ。ああ全然違う、はい、やっぱ筋肉で持ってるんですね右手で。そうです。これは今骨で持ってる状態なんですね。あ全然もう違いますね。そうです。あ重いや。ここは軽い場所。ああなるほど。そこに向かって、ここに振り抜くんです。そうです。押して立てていく。そうすると体の正面に手が消えますじゃん。はい、先ほどはちなみに離れてるんですね、うんうん、いい感じ。あ、だいぶ来ましたね。そうです。これできてきました。あ、なるほど。手を返すというよりものシャフグリップを目標に突き出すような感じだと思うんですね。 あ、これよかった。はい、いい感じ。結構手首動きますじゃん。そうですね、全然違いますね。相当こねる感じなんですよ。で相当こねる感じと合わせて体が回らないと成立しませんでしょ。回転で成り立ってますね。そうです。だから手首も使ってるけれども回転もしてるって感じなんですよ、うん、間違った形だと体の回転なしでこれ成立しちゃうんですね、うん、ヘッドがボールに届いちゃいますから、うん、今のこの動きは体の回転がないとこれボールに行かないんですね、ヘッドが、うん、体の回転が入るとあーなるほどボールに届く。どうしてもあのヘッドを返すっていうイメージがやっぱり固定概念が出るんで、開いて閉じろって教わってたから最初のうち、はい、その癖がやっぱり。そうです、はい、そうです。立てていくんですね。あ、しかもこう筋肉じゃなくてこう自然な感じですね。なんだろう、遠心力みたいな。そうです。基本的にやっぱり力って必要なくて、まあ、重力の落下があります、うん、手の引き込みがあります。で体の回転と、まあ、先ほどのまあ、回転に合わせてくると、うん、分かりますかね、まあ、かなりこう落下とグリップの引き込みとリストの回線で成り立ってるっていうのが分かると思うんですね、うん、なるほど。でそこでこの腕だけの動きを分解するとこのリストターン。あー先ほどの、はい、うんうん、でこうやって当たらないからちゃんと体も回しましょう。そこでインパクトのポジションに入るわけですね。確かに回すとこう押せる感じがしますね。そうです。しかもなんか力がいらない感じがします。そうするとあの足元でこう綺麗な声をかけるんですね。今までこう全部力が入ってましたね、はい、体どんどん回して、そう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 、どんどん回します。さあさあさあ、シャローっていうとあのヘッドがインサイドから降りるってイメージになりがちですけども、グリップを引き込む必要がやっぱりあるんで、そんなにインから下ろす感じにならないんですよ。これで十分、これで後ろ倒しです。ああなるほど。
楽な道をたどるってよくおっしゃってますけど、はい、そういうことなんですね。そうです。それを全部力で遠心力を崩してたんだな。でグリップを返してヘッドに自分の手の力が加わっちゃうとダメなんですよ。綺麗に回りますよね、はい、で頑張ろうとか、うん、ここから手でどうやって、うん、じゃできないんで、だからずっと頑張ってましたね、はい。左手視点ドリルをあんまり動画で見たことがないです。いつも皆さんあの右手がついて、はい、右手のガッツポーズキャリーケース、うん、基本的にはこれ初回でやらない内容なんですよ。2回目以降だから今日は脇固定とか右肘の位置ってやってないんですよ、うん、あそうですね。さっき の, あのグリップの引っ込む動きをもっと強い弧を描けると思うんですよ。もっと体回してさあもっといけません。そうもっともっとよいしょもっと歯を食いしばってそう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 。ああなるほど。そうするとボールにだいぶ力が集約されて叩き感が出るんですね、うんうん、今までのこのダラーンとした感じよりもここだけ走る力のメリハリがそう出るんですよ。もっとそう歯食いしばってギュンオッケー。そしたらちょっと力強いかなって感じです。そうです。あとは余計な力もいらないですよね、うん、自分の持てる力はしっかり出す。使えるものは全部使う。ああだから力いらないよっていうのと入れろっていう人が両方混在するんですよ、うん、最終的には目いっぱい叩けるっていうのが大事ですね、うん、だから形ができてるのかなとかなんか軌道がとか見た目がってなりがちなんですけども最後は無心で叩けるかどうかが大事なんですよ、うん、あのコース行った時は何も考えないで気持ちよく振ることだけを考えてるんで、そうそうそう、あそこに打つぞあそこに打とうで体の動きは OK なんですよ、うん、よくあの体で打てって言うけど最後は手を使うっていう先生もいらっしゃるし、あの体を使えば上腕と体幹の一体感を指していて、うんまあ、この部分は体を使え、リリースの部分に関しては手を使えってなんですね、うん、肘から先やっぱりみんな使えないんですよ、うんうん、名バッター、ありがとうございます。いろいろ考えながらやってると楽しいですね。これ打ちやすくするっていうまあ目的のもとで、うんうんまあ、ここ自分にとってはこれはどういうことなのかっていうふうに若干のアレンジは必要になります。よしラスト、はい、うん見えた。左が最初のフォームでしたね、はい、シャフトが立って手元を浮かせてるだけ、うん、で右方向に放り出してるっていうフォームでしたね、うん、だいぶフォローするの手のポジションが体の正面に近い感じですよ ね, すね。視点を止めて手を入れ替えてくるとどんどん外側にこうクラブの関節が膨らんできてしまうので、うん、遠心力で、はい、外に抜けていくんですね。でこちらは引き込みが入るのでまだまあもっともっといってもいいんですけども、うん、もっと表現ですね、はい、そうすると同じグリップのポジションでヘッドの位置がだいぶ変わってくるわけです ね,、うんうん、ですね。やっぱり力感が違いますね。外側の体の回転もよどみなく、うん、本当はもっと進んでいくっていうのが大事なんですけどね。あ、でもなんか方向性がなんとなく分かりました、はい、そうです、まあ、本来のあるべき姿と、まあ、二重振り子の基本っていう部分ですね、うん、はい、どうでした、なんとなく受けてみて。いや、やっぱ来てよかったですね。今最後振ってて気持ちよかったですよね、うんうんうん、あ、こういうことなんだって。